皆さんこんにちは、スノーと申します。今回は最近刺している刺し子付近の進捗状況についてお話ししたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、今刺している途中なのがこちらの3枚になります。ですので今日の動画は具体的に刺し子をするっていうよりは、今はこのような刺し子をしてますっていう話中心の動画になるかと思います。では一つずつお話しさせていただきますと、じゃあまず奥のこちらからお話しさせていただきます。とは言ってもこちらはちょっと一向に進んでないっていう感じがありまして、まあ一回今開きますね。話し方ですね。こちらは前に一通りこの模様を起こして、本を参考にしながら模様を起こして、で配置を考えて、で刺し子するっていう流れは前に動画で投稿しています。で、その時に緑色の刺し子で緑色の刺し子糸で作ってすごい気に入ったんですよ。でそれをピンクで作るとどんな雰囲気になるかなっていうのをちょっと見てみたくて刺し子していて、今こんなこの糸ですね、糸をちょっと出しましょうか。こちらの糸が今これなんですけど、はい、こちらの糸で刺し子しているのですが、ちょっとなんて言うんでしょうか、動画を撮っていたりとか他の刺し子に集中したりとか、要するに動画用の刺し子を刺し進めたり他の模様を刺してたりちょっとしていたので、ちょっと進みが止まっているっていう感じなんですが、はい、これをこの糸で今こちらを刺し子している途中で、いずれ完成しましたっていうところを見ていただければいいなっていうふうには思っております。はい、これがまず1枚目ですね。なのでゆっくりペースでこちらは進めていく感じになるかなと思います。では次、もうこちらはですね、ちょっと小さめです。ハンカチサイズで何枚同じ模様で作ってるのっていう感じの、また変わり込め出しですね。これが変わり込め出しって、まず縦と横で十字に刺していきまして、でその後に斜めを刺していって、斜めのラインが入ることによって、ちょっとこの辺りが模様が出てきてるんですけれども、なんか区画がこう、なんて言うんですかね、ここにこう線がこう浮き上がってきて、もうそれが私本当楽しくって、なんかすごいなっていう、この斜めをちょっとここ明かすだけでなんか模様が出てきてる。だから この辺りと、まだここ斜め刺してないんですよ。だからこの辺りと、斜め刺してないっていうか、なんて、この流れは刺してるんですけど、こっちの流れをまだ刺してないので、まだこの辺りが完成してないっていう意味です。はい。だから、この辺りを見ていただいた感じと、あと、この辺りを見ていたか、でもちょっと難しいですかね。動画でどこまでこう、模様が浮き上がってくるかっていうのはちょっと難しいんですけれども、この辺りは斜めも両方入ってきてるんですね。この辺りがこういう感じで入ってるんですけど、こことこっちとこっちがまだ入りきれてないっていう感じです。この浮かび上がり方がすごい面白くて、私大好きで作り続けているんですね。で糸ですね、糸をこう斜めで、今なのでこちらでメインじゃないですね、こちらで斜めを刺し続けていて、もう一つ、あれさっき準備したのに、ありました、もうこっちは最初に終わりましたので、これは今はもう刺し切った感じですね。縦と横をこちらで刺して、斜めをこちらで刺してっていう感じで、今途中経過としてこのような感
感じになっていて、はい、あの完成斜めまで差し切って完成してアイロンかけたらもっとピシッとなるとは思うんですけれども、はい、あのこのような感じです。今こちらが途中ですね。なんか集中してこれをやっていた時期もあるので、あの斜めまで進んできたっていう感じですね。では次がこちらですね。こちらが最近あの図案を描いて刺し始めて、もうなんかこれも楽しくてなんかサクサク進んでるっていう感じですね。こちらは模様出しの山地ですね。模様としては。はい、こういう感じで、裏から見ていただきますと、裏も同じ。このような感じでございます。はい。今回は、こちらの糸は、私が持っている糸の中では、細めの刺し子糸。持っている刺し子糸の中では細めってことですね。で、こちらの糸で作っておりまして、で、あまりこう、この距離で見ていただくと、そんなにわからないかとは思うんですけど、例えば、ここからここまでの、ここからここまでの針目の数と、ここの長さはここと同じなんですけど、あ、こことここが分かりやすいかな。ここの針目の入り方、ここからここまでの針目と、ここからここまでの針目の数が今ここ違ってるんです。これね、初めて刺してるので、いろいろ試してるんです。どれくらい細かいと、細かい感じに刺すのと、これくらいの広さで刺すのとどうかなとかっていうのをちょっとこういろいろ試しながら、あの自分の見た目もそうですし、自分が刺している運針のリズムの楽しさとか、そのあたりをこちらの付近とご相談しながら作り上げているっていうところなので、ちょっと微妙に違うんです。あのパッと見るとそんなわかんないかもしれないんですけど、そのあたりを試行錯誤していて刺し続けている感じです。はい。で、こちらの模様に関しては、さっきの変わり込み刺しもそうですけど、刺し子の基本の模様を参考にして、あのこちらの付近に図案を描いてっていう感じで、もともと私前これどこかの動画でも言ったんですけど、この私ロール板に刺し子のこといろいろ書いてるノートで作っていて、この中にある模様をいつかあの全部刺せたらいいなって思っていて、一覧で書き出してるんですよ。で、あの刺せたらチェックしていくみたいな感じで、まあそれの一つとして、この山地ですね。山地を、あの、今、作ってるって感じなので、いつかこうね、全部こう、埋まったら、あの、一つずつ見ていただくような動画も投稿できたらいいな、なんて、ちょっと頭の片隅にはあるんですね。で、こうやって作っていて、こうやって、なんていうんですかね、いろんな模様に対応できたら、私ももっと刺し子が上手になるかな、とか、そんなことを考えながら、あの、淡々とやっているんですけれども、これをまず起こすとき、初めての模様なので、私はいつも傾向としては、あの工作用紙に油性ペンで書いて、それをこちらに写すっていうのをやっています。で、そこの工作用紙に書くまでの間にも私段階を踏んでいて、例えば、まあ、本から一旦こういう感じで、これあのシャープペンで書いてみるんですね。これはちなみに、30×30 でこちら書いて、で、付近に移すときは、ここに1センチプラスアルファ外枠をもう1個入れたっていう感じで、32×32 にしたっていう感じです。だからまあ中、あのバランスに関してはこれと同じですね。これが、次の段階。こうですね。
こっちかな。これがこうなって、あ、そうですね。ここが二重にしたんですね。そっか。で、それをこう、ここに移したってことですね。確か私、インスタグラムもそうですし、YouTube の方のショート動画で、これの1分、ショート動画って1分なんですよね。なので、1分に収まるように、の速さで、タンタンタンって線引いてるのを、動画に投稿してます。説明欄にリンク貼っておきますので、ここから、ここに移す流れは、そのショート動画を見ていただくと、ああ、こんな感じで移したのねっていう雰囲気は伝わるかなと思います。山地のこの模様に限らずとも、だいたい、工作用紙から布巾に移すときは、あんな感じです。あんな感じで移してます。で、話戻しますが、ここの工作用紙に移すまでに、やっぱワンクッション私は入れていて、こういうふうに一旦紙に書く。で、ここに書く理由は、設計図的にまず本から、本ってやっぱ大体大きさ的に、やっぱ4分の1とかそれくらいですよね、載っているのは。で、それをなんとなくこう完成したサイズで私まずイメージしたいので、あと練習の意味もありますね。実際線を引いてみることによって、こうやって線を引いていて、バランスもそうだし、なんとなく、ああ、ここからここまで何名で刺せそうかなとか、あと例えばここの角がきついからここを綺麗に出せるといいなとか、これは私なりに自分が刺し子を刺す時の勝手なこういう雰囲気で刺そうかなみたいな話です。はい。その辺はどういうところがをポイントにされるかっていうのは人それぞれだし、あと本にやっぱポイントとかも載ってますので、そういうのを参考にするっていう場合ももちろんあるでしょうし、そのあたりはもう人それぞれなので、私は書いてて勝手にっていうのも変ですけど、自分なりにこういう風な感性、イメージをに近づけるように、そのためにここの角はこうきちっと出したいな、ここのクロスも今回は綺麗に出そうかなとか、模様出しとかだったら私はあまり針目を気にせず刺したりする時もあるんですよ。確か何個か前で投稿したっていうか、なんか話をしたあれですね。はしご、なんだったかな、模様名を今。はしご山道を、模様を刺したときは、あまりこう気にしないで、針目とか、刺していったんですよ。そういうふうに刺すときもあるし、この模様を刺すんだったら、私はなんとなくこう決めたいなって思ったんですよね。ここからここまでを舐めて決めたいなっていうふうに思って、で、さっきもちょっと言いましたけど、針目がちょっと数違うっていうふうに言いましたけど、そのあたりを実際刺してみて、どのあたりだったらいい塩梅かなとか、そういうのをこう、いろいろ試行錯誤しながら刺していって、みたいな。なんかそういうのを自分なりに楽しんでます。これはなんか、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、細い糸なので、結構細かく刺すのにこだわって今刺してるかな、みたいな感じはあります。その時の自分のね、雰囲気っていうか、糸をどれを選ぶかとかによっても、針目を大きくゆったりザクザクと刺そうっていう時もあります。一方で今回は、なんかこの赤の細めのこの糸かって思って、この模様だと思った時に、なんとなく私は、すごい自分の中で細かめの、針目にしようっていう風にちょっと思ったので、そういうのを意識しながらこれは刺してます。で、そういうのを、まあこれでは実際刺してるんですけど、この書く時にね、ちょっとイメージしながら、あと、一旦こう起こすことによって、あ、ここはこうまっすぐなんだなと。要するにここはつながってないですけど、線を引くときにこう綺麗にね、ここがこうまっすぐ出るように、こことここはこうラインが途中は空間はありますけど、こういうふうに角度はつながってんだなとかっていうのを
こう実際書いてみると分かるし、そういうのをね感じながら、でこう一回こう眺めてみて、でこれを元にここに移して、でそれを晒しに移すっていう流れをやってます。でこれが山地でやって、あともう一つ、まだこれは付近に起こしてないんですけど、これも同じようなことでやってます。重ね亀甲ですね、こちらは。これも今これはここまで移したっていう段階です。先ほども言ったように、こちらも紙に一旦起こして、あ、これもなんか書きながら針目どうしようかなとか、あ、そうか、このラインが斜めでなんとなくここの角度がつながってるんだなとか、あとここもそうですね。で、あ、これはなんとなくここで重なってる部分が多いから、ここの交点気をつけながら刺すといいかなとか、そういうのをこう書きながら、なんかポイントとなる部分を自分の中で考えながら書いてます。あと例えばここはこう刺すときはこういう風なラインで上がったり下がったりしますけど、でもやっぱここのまっすぐなるときところがやっぱここと平行になると綺麗だよなとか、ここがで、こことここがちょっと近い平行なので、こことここも平行、綺麗にこう平行になったらいいだろうなとか、なんかそんなことも思いながら。なので私はここのまず交点ですね、線の重なりがちょっと多い交点は特に気をつけて刺すっていうのと、あとなんとなくこのまっすぐな部分が平行にまっすぐ見えるといいなっていうことをちょっと刺し子するときは気をつけようかななんて、これを書きながら思ってました。で流れも同じですね、これにここからここにしたので、いずれまたまだ書いてないんですけど、晒しに移したら刺し子していく。だこっちの山地が終わったら、こっちの山地が終わったらなんとなくこっち行くんじゃないかなっていうふうには今は思ってます。でそうですね、これの、あ、これはダイソーの工作用紙なんですけど、いつも私が使っているのは。で、この紙はですね、この紙は、これ前も私話し方の時だったか、ご紹介したことあるような気はするんですけど、これですね、相変わらずこれを私使ってます。プロジェクトペーパー。B4 サイズ、50枚。で、5ミリ方眼。で中を見ていただきますと、線が水色なんですね。でそんなにシャープペンで描いた時にそんなに邪魔にならない、だけどしっかり目安にはなってくれるっていう、いい塩梅のこのね薄さなんですよ。これがすごい私気に入っていて、これはいいと思って。で、サイズ的に、私ちょっとこれより大きいのあるのかちょっとわかんないんですけど、とにかくこれ家にあるので、これはまず使い切ろうと思って。で、これ、もしかしてこれがベストかもしれないんですけど、小さめの布巾だったらこれ1枚で間に合うかもしれないんですけど、一般的な布巾サイズ、30×30 とか、32×32 っていうふうに考えたときに、それだと、横は間に合います。だけど縦が間に合わないんですよね。で、私これ、ここのとこ、あ、ちょっと 見えにくいです。あ、ここだと見えますかね。ここがこう、つなぎ目になってるんです。ここが。それで、ここからここまでがまず1枚ですね。ここからここまでが1枚。で、ここの上が、これの2分の1なんです。なので、例えば、このあたりでこうね、こうやって半分に、ちょっとピッて折ってあげると、ここの、あ、そうそう、ここがね、あ、これちょっと動画では見えないかもしれないんですけど、ここの、まあ、今ちょっと折ったんですけど、ここだけね、微妙にそれでもね、
ここ真ん中だよって教えてくれてるんですよ、これ。これ、もし文房具屋さんで見たら見てみてください。ここ真ん中だよっていう線をね、案外これ教えてくれてるんです。ここだけ微妙に濃いんです。ここの端っこだけ。ここ全体は、濃くないんですよ。ここだけかすかに濃い。ここだけ。優しいですね、これ。優しさを感じた、今。なんか、こっちも同じなんですよ。こっち、こっち、こっちも同じなんです。ここもどころ。そうですね。こっちも半分で折った時のここが、だからこれももしかしてここが中心点なのかも。そうですね。ここ中心点なんだ。優しいな、これ。改めて見て、ああ、そっか、と思いました。はい。中心点が微妙に、私なんかをこう折って印つけてたんですけど、今まで。で、ここで切るんですよ。ここが真ん中がちょうどここに線が入ってる感じになってるので、ここで切るとこれ2枚取れるじゃないですか。それで、さっきの、これですね。これとこれ。これ1枚、1枚。で、ここの半分、ここにこう、継ぎ足しがあるんですよ。こことここ。だからこれ、計3枚で書いてます。1、2、3。っていう感じで、ここを私、テープのりか。私は、そうそう、テープのりでここを、貼り付けて、なるべくね、まあ、手でやりますから、なかなかそれも難しいんですけど、ここの方眼のパターンが崩れないように、ずれないようにっていうのを、ちょっとここ貼るときは意識しますね。はい。で、これで継ぎ足してあげると、一般的な布巾サイズで、一旦こう、かけるサイズになるので、私前、YouTube の投稿のもっと前の動画で、図案ノートをパラパラしてみましたっていう動画投稿したことあるんですけど、あの時はノートを継ぎはぎして、やってたんですよ。なんですけど、今はもうこういう、これが、やっぱこの用紙がちょっと気に入ったので、今こういう感じのタイプの書き方にしてます。こちらでございます、はい、はい、ということで今回はですね、じゃあまたこの3枚を、これとこちらとこちらですね、はい、なんとなく赤系ピンク系がたまたま偶然ですけど多いですけれども、はい。今日は、今刺してる途中の刺し子付近の紹介と、まあ、これはちょっと、図案に起こしたところのお話も少しさせていただきました。次回予告はまだちょっとどの模様にしようかっていうのはまだ考えておりません。あと、プラスアルファで、今日収録撮ってるのが5月2日なんですけど、人によってはもうゴールデンウィークの休み入ってたりとかもあると思うんですけど、明日からうちの家族も休みに入りまして、ずっとうちにいるっていう状況になりますので、何が言いたいかというと、私はこの YouTube はリアルで私を知ってる人は誰にも知られずに投稿し続けているタイプの、配信者というか投稿者なので、YouTube の動画を撮ることがちょっと一定期間できなくなりますので、更新、これの動画をもしかしてゴールデンウィーク中に投稿できれば投稿しますが、それ以降はちょっと少し期間が空いてしまう可能性はありますので、その点だけ先にお伝えさせていただきました。私はいつも、あ、今日チャンスタイムっていうふうに思った時にこの話をしようって思ったことをね、まあ、今回はこの進み具合の話をしたんですけれども、まあ、そういうふうにやっているタイプの人なので、ちょっと期間が空いてしまうかもしれませんので、その点だけお話しさせていただきました。また、なんかこのゴールデンウィーク中に、あ、次はこの模様にしようとか、ちょっとそういうのを考えてみようかなっていうふうには思っております。その間にはこれをね、ちょっとずつ
差し進めて、あと今撮っている動画を編集してゴールデンウィーク中に投稿するみたいなことをちょっとぼんやり考えております。はい、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。